歴史が歯車とともに動き出す時、巨人は生まれる。それはまるで神が降臨したかのごとく、混沌と争いを生み、そして集結させた。その力はあまりにも強大だ。人類の運命さえ握るかのように。しかし巨人はちっぽけな人類の映し鏡に過ぎない。我々の自由、救済、栄光、ついえぬ希望。今、巨人が生まれる。